はい、どうもこんにちは、ガクチャンネルのガクです。今日はね、今平城宮跡の方に来てますけど、バイクにね、乗って、これからね、ちょっと新しい、まあ、なんていうか、取り組み、まあ、旅をね、してみたいなと思います。まあ、目標がね、何もないとあれなんで、まあ、ドライブね、よくする人だったら多分同じような感じのことはしてると思うんですけど、道の駅ね、これどこでもやってんのかな、近畿のね、道の駅のこの、取りまとめやってるところのホームページ見ると、なんかスタンプラリー的なやつをね、やってるみたいなので、それをね、できればちょっとやってみたいなというふうに、思ってます。で、ちょっと今日からね、まあ休みの度に、ちょこちょこ、まあ、行けるときに、ちょっとずつでも回っていこうかなというふうに思ってます。じゃあちょっとね、僕のバイクの装備の方ね、一応もう一回、見ていただいたらと思います。はい、僕のバイクね、まあ、125cc なんですけど、ナンバーとこだけちょっと見えないように、タオルというかね、巻いてますけど、こんな感じのバイクになってます。前もね、ご紹介をしてますんで、特にそこから何かいじったとか、そういうことはないんですけど、まあ、はい、そういうことですね。まあ、特徴としては自分で一生懸命つけたフォグランプ、ね、これがついてます。これ結構ね、明るいんですよ。ちょっとやってみましょう。鍵が、よいしょ。エンジンかけるとうるさいか。ね。エンジンかけるとうるさいね。これが結構ね、明るい。よいしょ。まあ、カメラでわかるかな？ちょっと下向きにはつけてるんですよ。やっぱり眩しいんでね。こんな感じになってます。で、一応ここにね、スイッチをつけてますね。これで。これでオンオフできるようにしてます。はい。で、そう。このね、スマホのステーもね、結構ね、良かったんですよ。アマゾンで買ったやつですけどね。これで十分じゃないかな。安かったですよ、結構ね。これワンタッチでここのとこでパシってやったらこれが外れるし。で、ここの、横のところでクリクリ回すと、締め込んでいくっていうね。まあ、四隅を締め込んでいく感じになります。で、これは僕が作った、風防ね。これ。まあ、ちょっとでも、こう、見やすいように、できればいいかなと思って、作ってみました。ね。で、今、これカメラ撮ってるのは、オズモポケットで撮ってるんですけど、今日は、車載の分は、オズモアクションと、ね、いうことで、この二つのカメラでね、とりあえずやっていこうと思います。あとは、まあ、特徴としては、まあ、リアキャリア積んでるくらい。まあ別に荷物がね、そんなに、入ってるわけでもないので、今日は。塩飴じゃないわ。塩タブレットみたいなのはね、入ってますけど。まあそんな感じのものだけ入れてます。あとは工具ね。最低限の工具は入れてます。くらいでしょうかね。はい。まあこれでも結構ごちゃごちゃつけてる方かな。あとは、これね、なんで、ハンドル、手のとこのガードですけど、これは冬場に寒かったから手があまりにも、それでつけましたね。はい。あと、ヘルメットにつけてる、これはね、これもね、結構ね、安いやつですよ。アマゾンで買ったやつね。安い、なんていうのかな。ワイヤレスレシーバー的なやつ。ね。で、これも、このステイがね、なんかあんまり良くなかったんで、こいつね。これ、3D プリンターで作りました。ヘルメットのね、この曲面にね、綺麗に合わないんですよ。だから、ちょっと見えないか。こんな感じね。こっちは平べったくて、こっちはちょっと厚みがあっててね。この曲面に合うように作ってみました。結構、いい感じでできたと思うんですけどね。はい。ということで。まあ、とりあえず、こんな装備で、ちょっと行ってみたいと思います。ではでは。
はい、じゃあね、ここからはちょっとナレーションみたいな感じでね、お伝えをしたいかなと思います。今これが平常旧跡ね、出るとこですね。で、車載カメラ、これあのテロップでも書いてますけど、オズマアクションで、撮影した映像なんですけど、僕がすごいミスしちゃって HDR モードね、最近室内で、撮ってるのは HDR で撮ったりもしてるんですけど、なかなかね、ちょっとなんていうんですか、その手ぶれがオフになっちゃうんですよね。それでそのままやっちゃいました。で、今これ、次どこへ向かうかっていうのが出てますけど、奈良のね、多分一番新しいのかな、道の駅の中でね、とりあえずそこに行こうと思って今走ってるところです。やっぱりちょっと揺れてるかな、映像的には。まあ当然手ぶれがオフなんで、まあ当たり前じゃあ当たり前ですけど、次行くときはちゃんと、撮ろうと思います。はい。で、止まってたらそんなにね、揺れてる感じはしないですけどね。はい。でこれ今、ちょっと飛ばして、24号線っていうね、奈良をこう南北に走ってる大きな道路になるんですけど、そこを走ってる南の方にね、下って走ってるとこですね。まあ、方向としては郡山とかね、そっちの方に向かって走ってるとこです。奈良市のね。はい。でこれが場所でいうと郡山っていうところになるんですけど、まあそこからこうね、まだ南にずっと下ってるんですけど、上通ってるのがね、これ京奈和自動車道でよかったのかな、無料の一応ね、自動車専用道路ですやつですかね。まあ僕は走れません、125号なんでね、これ乗れないんですけど、まあ、そこから旧の24号線っていう方に今入っていくところですね。はい。まあ、今その京奈和の下がね、多分24号線 になってるのかな、あそこが。まあ、こっちが旧道みたいな感じでね、昔はかなり混んでたんですけど、今はまあだいぶ空いてる状態ですね。ちょっとまあそれでも多いかな、ね、だいぶ交通量は減ってると思います。はい。でまあちょっとね、最近なかなか、動画間隔空いてるんですけど、またね、その理由は今度またお話できたらいいかなと思うんですけど、ちょっとね忙しくなっちゃってて、まあ、なかなかこう動画こんなんで撮影しても編集するのが時間がなかなかなくて、出すのが遅れてたりとか、してるような感じですね。まあ、YouTube もやる気がないわけではないんですけど、やっぱり時間を取られてしまうので、まあ、そこら辺がちょっとね、なかなか難しいかなと思います。趣味でね、やってるんで、まあ、そこまでね、なんていうか、時間もかけれてないような感じですね。これでね、本当はここ右なんですよ。これ左の方がね、で後で見てもらったら分かると思うんですけど、公園になってるんですけど、こっちにも駐輪場があるのかなと思って入っていったんですけど、何もなくて、さっきのね、信号のところを右に行けばこの道の駅の駐車場があったんですけど、駐車場という、まあ、駐輪場がね、ちょっと間違えて、こっち、まあ、こっちにもあるのかなと思ってね、入ってしまった、状態です。はい。でここがその道の駅の駐車場ね、なってます。ここもねちょっと分かりにくいんですけどね、二輪とかこっちって書いてるから、そのビューと行ったんですけど、
ちょっとね駐輪場の位置が分かりにくいですね。これも朝なんでね、人が全然いてないような感じですけど、まあ矢印通りに行くとなんかこのまま出口にみたいな感じに、ねなっちゃったんで、実はねさっきのもうこれ車のところに止めようかなと思ったんですけど、駐輪場を発見して、移動させてます。さっきのところぐるっと回りましたけどここにあったんですよね。ちょっと分かりにくいですね案内がね。はい、ではでは。はい、どうも。とりあえず一箇所目、レスティ、カラコカギっていうね、なんていうか古墳になる、古墳じゃないな、遺跡になるのかな、っていうところに、とりあえず来ました。まあ奈良の中にある、道の駅で、奈良市内からもまあだいたい30分ちょっとくらいかな、バイクで、っていうところなんで、まあ全然まだ走ってないんですけど、はい。ということで、ちょっとね、遺跡の方を見に行ってみようと思います。ちょっと、あれやな、やっぱりオズムポケット、延長ロッドいるかな。はい、ではでは。はい、今、ここが、一応ね、道の駅になるんですけど、その、反対側になるのかな。こっちが、まあ、遺跡、があるということで。まあ、公園になってますよね。そこをちょっと、先、撮ろうかなと思って来てます。多分ね、かなり新しいんですよ。前、ここも整備されてた時に、工事みたいなのやってるのは見かけてたんで、前の道通るときにね。これは何をやってんのかな？てか、どういう遺跡かもあんまりよく分かってないで、来てますけど。なんでしょうね。どういう風な、この施設の中もなんか、見えますかね、これ。これも遺跡なんですね。遺跡を中で入れるようにしてて。ここに何か書いてますね。おー、ちょっと逆光だな。っていうか、村って書いてますよね。あら、シンバルがなんか、村。これで見れますかね。日本最大級の村。ね、よいしょ。はい、と言っても本当になんか公園っていう感じですよね。あれなんでしょうね、なんか変な建物が復元されたなんかなんでしょうけど、全然わかんないな。ちょっとあこだけ行ってみましょうか。ほんで、とりあえずその、何ですか、ハンコをしてもらう、紙をね、紙っていうかなんか、ノートみたいなやつを多分買わないとダメなんですよ。それをちょっとね、道の駅で買って、で、ハンコだけ押してね、次のとこ行こうと思います。
前からなんかこう、ここね、結構芝生が綺麗だったんでね、工事してる時からちょっと一回機会あれば来てみようかなと思ってたとこだったんで、まあ降りて歩いても、あれこれ通ってこれ登れない、あ入れないんだ、入れな、ないんだね、これ。なんか、池のとこにこう立ってますよ、ほら。コンクリートのあれで。ちょっと逆光気味なんで、ごめんなさい。ね。こんな感じで。他は何もないのかな、うん、まあ広々とした公園ですね。戻りましょう。なんだあの塔みたいなやつ入れるのかと思ったら入れなかった。はい、じゃあとりあえず向こうの方に見えてるのが道の駅なんで、そっちの方に戻って戻ろうと思います。ではでは。はい、どうもありました、スタンプラリーね。多分これが案内なんでしょうね。だ金んあこれでも奈良の道だけだからまた違うやつか。これはこれで集めたらいいのかな。多分ねこれ以外にねスタンプラリーが普通にあると思うんですよ。ちょっとそれ探してみましょう。はい、どうも。とりあえずね、スタンプラリー帳、手に入れました。こちらの方ね。一応2019年の4月の、1日から、2022年の、3月の31日までに、近畿の中にある、道の駅をずっと回っていくような、感じのスタンプラリーになってます。まあまだ始まったばっかりっていうか、まあまあ、ばっかりでもないな。今年の4月なんでね。もし興味あれば、また皆さんもどうでしょうね。じゃあ次のところにとりあえず向かおうと思います。ではでは。はい、どうも。とりあえずね、一箇所目でスタンプラリーの手帳とかをね、こう、ハンコつくですね、ゲットしたので、2個目に向かおうと思います。次行くのは、アスカっていうとこね。に行こうと思います。まあそんなに遠くはないんですけどね、まあ道も普通のこう何ですか、地道みたいな感じで、地道っていうかまあ山道でもないので信号も数多くあってちょっと時間がかかるような感じですね。でこれでだいぶ南の方に、来て、もうあれかな、道の駅の近くの映像になってたと思います。はい、こんな感じのねナレーションをダラダラつけながらまあこんな感じのスタイルで行こうと思うんですけど、どうなんでしょうね。見てて面白いのかと言われたら微妙な感じだと思いますけど、でもアスカ入ってますね。今先ほどの標識見てもらっているキトラ古墳とかね、結構アスカは有名な見どころっていうか、まあ、遺跡がいっぱいあるんでね、また後でもちょっと話が出てきますけど、まあもし時間あれば来てもらったらと思います。はい、ではでは。はい、どうも。今ね、道の駅のアスカ、まあ、道の駅っていうか、本当の駅にね、アスカ駅のところに来ちゃったんです。近鉄ですかね、のアスカ駅に来てます。多分ね、なんか標識がちょっと悪くて、なんか向こうの方に、道の駅はあるみたいなんで、ちょっと、多分歩いて行けると思うんでね、ちょっと行ってみようと思います。
マスカの駅のあたりね、ちょっと見てみましょう。はい、アスカのあたりはね、チャリでもね、結構うろうろしたことはあるんですけど、結構ね、いろいろね、見るものがあるんですよ。まあ、なんか古墳とかはね、本当に奈良どこでもあるんでね、なんかまあいっぱいありますけど、教科書とかに出てたんだったら、このあたりかな。岩船とか、あと、こんなやつもあったかな。あれ？あんまり乗ってないな。まあなんかお寺とかね、なんかいろいろあるんですよ。でこれが駅でしょうね。だから電車で来る人も電車で来て、ここにね、レンタサイクルがね、あるんでね、これ借りたらいいと思うんですよね。レンタサイクルね。で、案内図。まあ、今日はね、全然回るつもりないですけど、あ、そうそうそう、石舞台ね。こういうところはまあ有名ですよね。岡寺とか。ね。まあ他いろいろありますよ。亀石ね。亀石とか。そうそう、鬼のまな板。こんなのね、多分、小学校とかの社会の時に習ったんじゃないかなと思いますけど。はい。まあ結構見るところはね、いっぱいありますよね。こっちの藤原旧跡、僕はあんま行ったことないんですけどね。また行ってみたいなと思いますけど。まあいつでも行けるんで、逆にね、行かないっていうね、感じになってますけど。ではでは、とりあえず多分向こうの方かな。ちょっと行ってみましょう。はい、とりあえず、このスタンプラリーのね、こいつ、どうやらそこで、いいみたいです。なんか、本当のアスカの、駅前なんですけど、なんかこの辺り一帯を道の駅ということでしてるみたいで、ここの、アスカ、尾藤の館、ここで、ハンコが押せるみたいです。ではでは。埴輪が売ってる。鹿まろくん。特段何かあればな。これが欲しいというのは、なんか一人で売ってる埴輪。スタンプ。これがスタンプになってる。うん、これがスタンプ。はい、ということでね、その締めの動画を撮り忘れたということでね、アスカね、もうそのまま出ちゃいましたけど、はい、もうこんなこともありますよね。で、次は吉野の方に、行きます。ずっとね、こう下ってきてる状態ですね、南。で、こっからまだこれ、街中とも言えないですけど、まだやっぱり信号もまだ多いような場所になっていますね。でここから次第に山の方に入っていきます。奈良県はもう南半分は山なんでね、逆にもう北の方しか何ですか、北が奈良盆地って言ってね、盆地になってます。周りの山に囲まれて、だからそこしか逆に栄えてないっていうか、こう何ていうんですか、家いっぱい建てないということになります。もう南は山ね、ということになります。またね、行ってみてもいいかなっていうか、なんていうか、別に僕は何回も言ってるんですけど、動画を撮るとかね、行ってみたらいいかなと思うのは、例えば、お台ヶ原とか、そういうところとか、あとは、ドローンとかシーンで行ってましたけど、ソニー高原とかね、ソニー高原はそんなに僕はないんですけど、お台ヶ原なんかかなり山、骨山なんですけどね。そんな感じのところですね。で、だんだん山に入ってきます。こんな動画が本当に楽しいのかな。ボート見る分にはいいかもわかんないですね。はい、かといって、ずっと
こう映像を流してるだけでも寂しいかなと思って、ナレーションを入れてみたりしてるんですが、まあこれがいいのかどうか、まあ、僕の声なんかいらなくて、まあ、風景動画だけをね、見てる方がいいのかもわかんないんですけど、まあ、そこら辺はまたもしよければご意見などいただければいいかなと思います。なんかね、寂しいじゃないですか。で今回バックミュージックもね入れてないので、あえてね、なんか旅に行って、まあ、その時の音を撮ってこう見ていただけた方がいいかなと思うんですけど、しかし本当にあれですね、もう映像のブレは見てて寄ってくるかもしれないんで、あまり真剣にこう、まあ、こんな映像を見する人もあんまおらへんかも分かんないんですけど、まあぼーっとねテレビでも見ていただけたらいいのかなと思いますけど、はい。でこれで今ね、道の駅に入っていくところですね。で今回撮ってるのがね、オズモポケットとかで撮ってるんで、私の顔がドアップであんまりちょっとね汗だくでお見苦しい映像が多いんですけど、もうそこら辺はご了承ください。ではでは。はい、どうも、今はね、次、大淀アイセンターっていうところに来てます。道の駅ね、まあまあとりあえずぼちぼちやっていこうと思います。ではでは。あ、アマゴが売ってる。後で食べようかな。1本600円、美味しそうだな。ハンコはどこかな。大淀バーガー、大体観光案内的なところにあると思うんですけれども、ちょっと探してみましょうか。あ、向こうかな、ね、観光案内ね、ここかな、ちょっと探してみます。あ、あったあったあった。とりあえず1本買ってみました。アマゴ700円、おいしいです。うん、美味しい。ちょっと700円高いような気もしますけど、まあ記念なんで。ではでは。はい、ということで、次に出発ということになります。アマゴね、ちょっと食べちゃって、そうなんですよ、もう食べてしまってからね、美味しかったんでね、ちょっと撮ろうかなと思ってね、撮影したんで、本当はもうちょっと綺麗な状態をぶつ撮りしないとダメでしたね、ごめんなさいね。はい、ということで次ね、目的地は杉の湯、川上でいいのかなというとこね。これ杉の湯っていうのは多分ホテルなんですね。僕もこの道の駅何回も行ってるんですけど、ホテルが、確か川の湯かな、のやってるのかな、真横にあるんですよ、そういう風な道の駅です。で本当にここら辺からね、だいぶもう信号、まあ、ここからまだ吉野の辺りちょっとだけ信号が多いところはありますけど、まあ、本当に山道に次第に入っていくというような感じになっていきます。でちょっとさっきのアマゴの話ですけど、アマゴ美味しかったですね。僕どうなのかな、アユは結構食べたことあるかもしれないんですけど、アマゴってなんか、アマゴってすごいあれなんですね、高級魚というか、あんまり釣れないんですかね、よくわかんないですけど、なんか美味しかったですね。アユとの違いと言われたら何が違うのかちょっとよくわからないですけど、なんかアマゴの方が美味しいような気がしました。ここ左ダムも見えてるの見えますかね。ここも結構ね、なんかそうそう、奈良県はねダムが多いんですよ。まあ、山がね、さっきも言いましたけど南ほとんど山なんで、
まあ、特にダムが多いですね。で、昔からね、ダムの、目的っていうか、まあ、目的地としておいて、まあ、ツーリングとかね、結構いっぱい言ってたんですけどね。ということで、ダムで、ダムが見えてきたんで、ちょっと寄ってみてもいいかななんていうね、気がしながら、この辺りを走ってました。皆さんはどうなんでしょうね、バイク慣れる方とかだったら、こんな感じで 目標を何か決めないと、なかなかね、こうだらだら走るって言っても難しいと思うんで、特に山の中の目標って言ったら、もうダムくらいしかないんですよね。大滝ダム。ね。ということで、まあ、さっきから言ってますけど、ちょっと寄り道ということでね。まあ、まあ、時間もね、まあ、別にそんな、なんていうか、何箇所道の駅って、何にも増えないのでやってるんで、まあ、ちょっと寄ってもいいかなと、行きました。大滝ダム、横は通ることあっても、多分この道から側道に入ってね、ダムのところに行ったことはあるのかな、1回はあるかもしれないけど、まあ、そうなんです、あんまり行ったことないですね、この中まで入ってっていうのはね。昔なんかのバイクの雑誌とかでね、なんかこういろんなとこでこうなんていうんかな、なんていうんでしょう、スタンプを押すんじゃなくて、こうなんかチェックポイントを通過してね行くような感じのバイクの雑誌のこうなんですかやつがあったんですけど、そういうのでね結構いろいろ言ってましたね。まあ同じ雑誌を見て来てる人とか休日とかだったら結構いてたんでね、それはそれですごい楽しかったですね、友達とかと行ってね。はい、ということで大滝ダム到着です。ではでは。はい、どうも。今はねちょっと道の駅から寄り道をして、ダムね、大滝ダムに来てます。大滝ダムね、結構でかいダムですけどね、まあ、奈良県ダムが多いんでね、なんていうかダム巡りみたいなね、のでも結構ねツーリングっていうか昔行きましたけど、水があんまり出てないな、こんな感じね。で、とりあえずダムね、今、ここ最近、ダムカードっていうね、なんていうか、全部のダムじゃないのかな、ちょっとよくわかんないけど、ダムの、今、向こう歩いていってるんですけど、管理事務所ね、あんなとこで、土日とかでも、なんですかね、用務員のおじちゃんみたいなのが、いてて、で、インターホンピンポン押したら出てきてくれて、カードくれるんですよ、ダムの。で、なんかいろんな種類があって、なんだかな、天皇さんが、この前天皇さん変わりましたけど、平成の天皇さんの時の即位な、何十周年とか言って、なんか、そんなダムカードも、配ってたりとか、で、ある程度の範囲のダムをね、何個か回って、2周目に入ると、違う、ダムカード、ちょっとなんかデザインが違うとくれたりとか、なんか、いろいろね、あるみたいです。結構好きな人がいるのかな、ダム。ね。水は、どうなのかな、ちょっと少ないような気もするけど。最近なんかゲリラ豪雨的なやつがね、いっぱいありますけど、しとしと降るような雨は少ないのかもわかんないですね。はい、じゃあとりあえず管理事務所めがけて行ってみます。ではでは。ダムカードだったみたいです。ダムカード持ってました。管理事務所の方に来ましたね。ダムカード。痛いと思います。映したらダメだね、切ります。はい、ダムカード
もらいました、大滝ダム。ついでにね、寄ったような感じなんですけど、でさっきね、これダムずーっとね、向こうから歩いてきて、なんか気になってて、この上のやつね、何かなと思ってね、思ってたら、まあ、ダム作るときにね、なんか使ってるんだろうなと思ってたんですけど、建設当時にやっぱり使ったやつ。はい、ということで最後ね、もう何言ってるかわからなかったですけど、オズモポケットの風ノイズ低減機能にしてるんで、あんな感じになってしまいます。すいませんでした。